こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、40代50代の大人世代がユニクロで買うべき定番服5選というテーマでお届けをしたいなと思っています。先日もですね、50代の方に向けて動画をお届けしたんですが、そちらがですね、コメント欄がすごかったんですね。こういった動画待ってましたという方がすごく多かったんですが、やはりですね、40代から50代の大人世代の情報って YouTube の中でもそんなに多くないんですね。しかも価格帯も抑えめのものとなるとなかなかないので、このようなニーズがあるんだなというのは改めて実感しました。で、前回の動画では主にですね、セレクトショップのオリジナルあたりが50代の世代にはすごく使いやすいですよというお話をしたかなと思うんですが、それはもちろん理解できると。ただですね、セレオイであってもなかなか手が届かないという方も少なくないかなと思うんですね。特に全てのアイテムをセレクトショップのオリジナルで買い集めるとすると、やっぱり結構予算が必要となってしまうので、ここはですね、うまくユニクロとミックスしながらアイテムを揃えていくのが、まずはいいのかなと思います。そういった意味では、身近なユニクロというのは、僕たち大人世代にもすごく味方になってくれるお店の一つかなと思うんですが、ただ、ユニクロもですね、本当にたくさんのお洋服があるので、その中から40代、50代に合うような定番的なものという括りで考えると、意外と選べるものって多くないなというのが、僕の中での印象なんですね。その中でも今回は厳選して、この5点だけ押さえておけば、40代から50代の大人の世代のベーシックアイテムは、間違いがないだろうなというところですね、選んでみましたので、ぜひ皆さんもですね、着こなしのベースを作るという意味で、今回の5点は参考にしていただければなと思っています。僕自身ですね、本当にユニクロから価格帯はセレクトショップのオリジナル、さらにその上のですね、ドメスティックブランドだとかハイブランドなど、本当にいろんなものを見てきてるんですが、今回ご紹介するようなユニクロの5点は非常にクオリティも高いですし、チープに見えることは全くないので、ぜひ40代50代の大人世代の皆さんにもですね、自信を持って選んでいただければなと思っています。こちらチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということで、ここから具体的に40代50代の大人世代に似合うですね、ユニクロの定番服を皆さんにご紹介していきたいなと思っています。まず1点目なんですが、アウタージャンルからいきたいなと思うんですけども、今回ご紹介したいのはこちらですね、感動シャツジャケットウールライクという商品ですね。価格は5990円ということで、これは非常に使いやすいようなアウターになってるかなと思います。今撮影してる季節が春なので、この時期だとステンカラーコートだとか、あとはですね、UTT ジャケットみたいなものが結構人気でですね、僕の動画でもよくご紹介してるかなと思うんですが、40代50代の大人世代になってくると、少し上品に見えた方が僕はバランスがいいかなと思いますし、本当に小綺麗なコートよりは、このようなちょっとライトなアウターの方がユニクロで買うんだったらバランスがいいんじゃないのかなと思っています。この感動シリーズというのはボトムスで有名なんですが、今回ウールライクということで、ウールに見えるような上品な質感で、だけども手入れがしやすいような機能性ですね、このあたりも充実していて、非常に使いやすいというところは特徴なんですが、これをですね、ボトムスではなくてシャツに転用して作られているのがこちらのアイテムになってるんですが、デザインはすごくミニマルでユニクロらしいアイテムになってるんですね。シャツのような見た目なんですが、襟型はちょっとアウターライクになってるのと、あとは腰のところにポケットがあるので、このあたりも通常のシャツとは違ってアウター的な使い方ができるので、すごく便利なアイテムかなと思います。で、通常のシャツに比べるとウールライクのものというのはちょっと厚みがあるんですね。このあたりもよりアウターっぽく見えるので、すごくバランスがいい商品になってるかなと思います。サイズ感もですね、割とこうオーソドックスで、ジャストサイズからちょっと緩いぐらいなんですね。なので大人世代にもバチッとハマりやすいです。で、カラーに関しましては、ダークグレーとネイビーというですね、これまた大鉄板のカラー2色になってまして、正直どちらを選んでいただいても間違いがないかなと思うんですが、上半身の結構主役級のアイテムなので、僕はネイビーを選んだ方がより清潔感があって爽やかな印象になるのかなと思います。ネイビーとグレーというのはそれぞれ色の印象というのが全く異なりまして、ネイビーは清潔感、グレーは大人っぽい落ち着き感と、ちょっとアーバンな雰囲気ですね。最近はちょっとトレンド感で言うとグレーが強かったりするんですが、40代50代の大人世代であれば、ネイビーの清潔感を取っておくと、まず間違いがないかなと思っています。春だとか秋のアウターとしてはこれ非常に使いやすいかなと思うので、1枚持っておくとまず間違いがないかなと思いますし、今回これからご紹介する様々なトップスとも合わせがしやすいかなと思うので、これ1枚あれば春はすごく使い勝手いいと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。
はい、続いて2点目はですね、ニットですね。ユニクロのあらゆる商品の中でもニットは安定的にすごくバランスがいいので買っていいアイテムの一つかなと思っています。まあ、数あるユニクロのニットの中でも僕はですね、40代50代の方にお勧めしたいのはもうこれで間違いないかなと思います。ウォッシャブルストレッチミラノリブクルーネックセーター（かっこ長袖）ですね。これは僕の動画の中でも何度もお伝えしてきていますが、まさに大人世代に適したようなニットになっているかなと思います。価格は3990円ということで非常に買いやすいので、できれば僕はですね2色は買っておいていただきたいなと思っているぐらいですね。カラー展開も結構豊富なんですが、今撮影しているのがまさしく春をこれから迎える段階なので、ちょっと明るいものがいいかなと思っています。そして先ほどご紹介した感動シャツジャケットですね、これがネイビーですとかダークグレーのような割と濃い色なので、それに合わせるには内側明るい方がいいかなと思うので、まずおすすめしたいのは01のオフホワイト。これはですね、僕も何度も購入しているような名品だと思っていまして、まあ、白 T に近いような気軽さがありながらも真っ白ではなくて少し柔らかいですね、黄みがかったホワイトなのでパキッとしすぎないんですね。このあたりの上品さも含めてバランスがいいなと思います。まあ、清潔感の象徴みたいな色なので、ネイビーとホワイト、これ完璧に合います。そしてグレーとホワイト、これまた相性がいいので、まあ、どちらにしてもこちらは持っておくといいかなと思います。そしてもう一色ですね、63番のブルーですね。これもものすごく清潔感があって、なおかつ差し色にもなるので皆さんにもおすすめしたいカラーの一つかなと思います。ネイビーというブルー系の中でも濃い色と、こちらのブルーはブルーの中でも比較的明るい色、まさしくグラデーションでコーディネートが組めますし、まあ、グレーのアウターにも相性がいいので、これまた使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。で、こちらのニットの良さなんですが、厚みですね、これが最大のポイントです。薄いニットというのは体のラインを拾いやすくて、40代50代の大人世代にはちょっと使いづらいというのが僕の中での印象なんですね。まあ、こういった薄手のニットを使うのであれば、上にジャケットを着るようなスタイルですね。まあ、そんな時にはすごく相性がいいかなと思うんですが、カジュアルで使うなら程よい厚みがあった方がいいかなと思ってまして、こちらのミラノリブニットに関してはほとんどスウェットに見えるようなちょうどいい厚みと肌触りのいい質感ですね。このあたりを含めて本当に完成度が高いので、持っておいてまず間違いのないアイテムなのかなと思います。ちなみにサイズ選びがものすごく重要だと思っていまして、僕はですね先日買ったのはL サイズなんですよ。身長164センチ、53キロ。トレンド好きの僕に関しては、やっぱりちょっと緩さがあってきた方がいいので、まあ M サイズぐらいがちょうどいいんですけども、ワンサイズ上げて L サイズを着るとトレンド感が出せるんですが、40代、50代の大人っぽくベーシックな雰囲気を出したい場合には、僕の場合は S でいいと思います。ちなみに昨日ユニクロで試着をしたんですが、S サイズで着ると上にジャケットを着た時にもハマりが良かったので、すごくジャストからタイトな感じで着るのであれば、僕の場合は S でいいぐらいなので、皆さんもですね、あまりサイズゆとりを出しすぎずに、割とジャストサイズで着てもらうと大人っぽく見えるかなと思います。白の丸首の T シャツの上に着てもいいですし、この後ご紹介するあのアイテムと重ね着するのもすごくバランスがいいので、1枚か、もしくは頑張って2枚買ってもですね、セレクトショップのオリジナルのニットと大体同じぐらいの価格になりますので、ぜひ皆さんもこちら揃えておいていただければなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、シャツに行きたいと思います。ユニクロのシャツもすごく名品が多くて素材感が良くてですね、まあスタンダードなアイテムが多いので結構いいなと思いつつ、ただですねサイズ感が割とコンパクトめなので、20代30代の方が着るとちょっと物足りなさを感じるかなと思うんですね。そういった意味ではトレンド感を抑えた GU の方が僕は若い世代だとか30代中頃ぐらいまではしっくりくる方が多いんじゃないのかなと思います。一方でこれがですね40代とか50代以降になってくるとベーシックなサイズ感の方が使いやすかったりするので、まさにユニクロの方が相性がいいのかなと思ってるんですね。まあ、素材感はやっぱり GU と比較をしてもユニクロの方がいいので、まあ、よりユニクロを選んだ方が優位性が高いんじゃないかなと思います。その中で今回ご紹介したいのはこちら、コットンリネンスタンドカラーシャツ（かっこ長袖）ですね。カラー展開は4色になってるんですが、僕が今回おすすめしたいのが00のホワイトになります。価格は2990円ということで、めちゃくちゃ買いやすい価格帯ですね。これはですねすごく使い勝手がいいアイテムではあるんですが、単品で見ると結構地味ですね。スタンドカラーということで、襟型はレギュラーカラーのシャツに比べるとすっきりとした見え方になるかなと思います。まさしく僕が今着てるのがスタンドカラーのシャツになってるんですが、
ジャケットだとかアウターを上に着た時の襟の収まりがすごくいいのが特徴なんですね。なので先ほどご紹介した感度シャツジャケットですね、あちらはシャツ襟になっているので、その内側にまたレギュラーカラーのシャツが来るとですね、同じような襟型が2つ重なるのでちょっとうるさい感じがするんですね。ですのでシャツとシャツジャケットを重ね着する際には、内側に着てるシャツはスタンドカラーにしてあげるとすごくハマりがいいかなと思うんですね。ですのでこちらをぜひベースに使っていただきたいなと思います。で、こちら素材がですね、コットンとリネンがブレンドされているということで、適度なシワ感があってこなれ感が出るんですね。真っ白いシャツで本当にピンと張ったものだとビジネスっぽい感じがしちゃうんですよ。特にレギュラーカラーのコットン 100% のシャツはなかなかですね、カジュアルに使うには綺麗すぎてしまうので、こういったスタンドカラーでなおかつリネンがちょっとブレンドされている方が使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。で、もちろんこのシャツの上にシャツアウターを着るという着こなしもいいんですが、ぜひ皆さんにやっていただきたいのは重ね着なんですよね。先ほどご紹介したミラノニブクルーネックセーターとこのコットンリネンのスタンドカラーシャツの重ね着がめちゃくちゃ相性が良くて、襟元からこのスタンドカラーの部分が見えて、あとは裾の部分ですね、ニットよりもシャツの方が着丈が長くなるので、この写真のようにちょっと見えるんですよね。シャツがこの少しの見える分量のおかげで重ね着効果でおしゃれに見えるんですね。しかも結構40代50代の方だと首のシワとかそういったところを気にされる方も多いかなと思うんですが、高さのある襟の方がそのあたりもカバーできるので、より相性がいいかなと思います。小綺麗な印象にもなるので、これはニットとの重ね着も含めて使っていただけると奥行きができるんですね。スタンドカラーシャツ、その上にミラノリムのニット、そして感動シャツジャケット、このようなレイヤードを作ってあげるとまさにバランスがいいので、存分に今回ご紹介したアイテムだけでコーディネートが組みやすいのかなと思っています。まあ、特にこちらのようにこうブルー系のニットと白シャツみたいな組み合わせはものすごく相性が良くて好印象なので、これだけでも着こなしが成立するかなと思うので、ぜひ皆さんこちらのコットンリネンスタンドカラーシャツチェックしていただければなと思っています。はい、続いて4点目はボトムスに行きたいなと思います。まあ、ユニクロも数あるボトムスがあるんですが、その中でも大人世代ですね、40代50代の方にぜひ履いてもらいたいものは僕の中では結構ですね限られてるかなと思います。その中で今回ご紹介したのはこちらですね、感動イージーパンツかっこウールライクですね。これは使い勝手が非常にいいんじゃないのかなと思います。まあ、ユニクロのボトムスってシルエットによっていろんなものがあるんですが、僕はですね、個人的にはタックワイドパンツですね。トレンド感があるものが好きな方はタックワイドパンツもう一択でいいぐらい使い勝手がいいかなと思うんですね。そしてそれ以前にですね、僕は皆さんによくご紹介してたのがスマートアンクルパンツですね。これもスッキリとした丈感で程よいテーパードは効いてるので使い勝手がいいかなと思うんですが、定番的に使いやすい美脚のボトムスといえば感動パンツというジャンルがあったんですね。今でも人気モデルで昨日も試着したんですが、やっぱり形は綺麗でしたね。最近のトレンドを抑えたようなゆとりのあるシルエットではなくて、結構足を綺麗に見せるようなボトムスで、一番最初に感動パンツを履いた時にですね、僕は結構衝撃を受けたんですね。その頃はまだ感動パンツという名前ではなかったんですが、当時よく履いていたイタリアのインコテックスだとか PT だとか、そのあたりのボトムスのシルエットと見比べても結構遜色ないぐらい綺麗だなと思ったので衝撃的だったんですが、その感動パンツをもうちょっとですね、ゆとりを出しつつイージータイプにしてあるのがこちらの感動イージーパンツなんですね。で、感動パンツに関しては僕は痩せ型なので割とこうサイズ感は合いやすかったりするんですが、ちょっとこう40代50代で体型的にゆとりが出てきた方に関してはピチピチになりがちかなと思うんですね。このピチピチ感っていうのは清潔感につながらないので、できれば避けた方がいいので適度なゆとりを出した方がいいかなと思うんですね。そのあたりこの感動イージーパンツに関してはヒップ周りだとか渡りに関しても少しですね、ゆとりを出してあるので、より大人世代に合いやすいようなサイズ感にアップデートされてるんですね。そしてサイドがゴムになっているので、このウエストの伸縮するというところも含めて大人世代にはありがたい要素がたくさん詰まっているので、40代50代世代には感動パンツよりもこちらの感動イージーパンツの方がはるかに使いやすいかなと思います。まあ、素材はやはりですね、感動シャツジャケットと合わせてウールライクのものを選んでもらった方がより
シームレスにつながりやすいかなと思ってまして、ネイビーのシャツに対してボトムスをダークグレーで組んでいただくと、ちょうどですねコンブレとグレーのスラックスみたいなビジカジのこう定番的な色合わせになるので、ハマりがいいかなと思います。もちろんグレー×グレーでセットアップっぽく着るのも悪くないんですが、意外とですね単調になりがちかなと思うので、できれば僕はネイビーの上に対してグレーの下の方がバランスがいいんじゃないのかなと思っています。まあ、このパンツであれば本当にいろんな体型の方に似合いやすいですし、細すぎないので適度なトレンド感というところも漂わせることができますので、まあ、おすすめしたいんですが、結構細身の方で感動イージーパンツだとちょっと緩すぎるという方は、普通に感動パンツを選んでもらって正統派にまとめるのも全く問題ないかなと思うので、これはご自身の体型と相談しながら選んでいただくのがいいかなと思います。ほんの少しでもトレンド感を入れたい方は感動イージーパンツ、トレンド感よりも本当に徹底的に定番的なものが良ければ、体型との相談にはなりますが感動パンツで揃えていただくといいかなと思うので、ぜひ皆さんこちらも改めてチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目はこちらですね。ウールカシミアチェスターコートですね。これはユニクロの大定番であり大名作のコートかなと思います。冒頭にもお伝えしましたが、ユニクロでアイテムを買うときには主役級のアウターはできれば避けた方が僕はいいかなと思うんですね。特に春のステンカラーコートなんかはいいんだけども、素材感の雰囲気で言うともうちょっと頑張って投資をした方が大人世代には似合いやすいかなと思うんですね。ただユニクロのウールカシミアチェスターコートに関しては素材感抜群にいいので、これだったら40代50代の大人世代にもおすすめできるような名作になってくるかなと思います。素材はウールが 90% に 10% のカシミアがブレンドされていまして、上品な質感が楽しめるんですね。まあ、最近はセレクトショップのオリジナルでもこういった天然素材のみで作られているものって結構値段張るので、河川のものの方が圧倒的にですね増えてるんですね。その中でユニクロのチェスターコートは長らくですね天然素材のみで作られていて、素材の質感で言ったらセレオリに負けないぐらいの本当に上質な雰囲気が出るので、これはおすすめできるアイテムかなと思います。ただ僕の動画の中では最近はあまり紹介していないんですね。というのもファッションがすごく好きな方で言うと、チェスターコートでなおかつサイズ感が割とこうベーシックだとちょっとこう旬な感じがしないというか、着ていてテンションが上がるアイテムでもないんですね。あえて今これをピックアップするという方は年々減ってるかなと思うんですが、40代50代のベーシック志向の方であれば、このベーシックなサイズ感はかえってプラスに働くばかりなので、むしろおすすめできるアイテムになってくるんじゃないのかなと思います。でカラー展開が3色で、ブラック、ブラウン、そしてネイビーという3色になってくるんですが、個人的にはちょっとブラックだと重たすぎるし、かといってブラウンというのは似合う方は似合うんですよ。まあ、キャメルぐらいのもうちょっと柔らかいベージュっぽさがあるとより多くの男性に似合いやすいかなと思うんですが、40代50代の大人世代がこのブラウン着ると老けて見えたりだとかおじさんっぽく見える可能性がぐっと高まるので、ちょっと注意が必要かなと思ってまして、やっぱり王道のネイビーですね。これがブラックよりはちょっと明るさもありますし、清潔感の象徴でもあるような色合いなので、こちらをおすすめしたいなと思っています。まあ、クラシカルな三つボタンになっていて、シルエットも以前に比べると少しゆとりを出したりだとか、着丈のバランスもやや長めにしたりだとか、まあ、時代によってちゃんとアップデートされているので、このあたりも古臭いチェスターコートにはならないようにちゃんとバランスが捉えてるんですね。なのでこれを着ていただいても全く問題ないと思います。先ほどまでご紹介してきたスタンドカラーのシャツですね。まあ、ちょっとこれリネンが混ざっちゃってるので季節感が出ないかなと思うんですが、スタンドカラーの白シャツに対して丸首のニットですね、そういったものを着て、そしてこのチェスターコートを着るみたいなスタイリングですね。ボトムスは感動イージーパンツのグレーですね。これを合わせていただいて白レザースニーカーなんかを合わせればもう間違いのないスタイリングができるかなと思うので、これも定番中の定番でおすすめしやすいアイテムかなと思っています。まあ、ユニクロのアウター類の中でもロング丈の綺麗なコートというのはそこまで推奨しないんですが、ウールカシミアチェスターコートだけは別物だと思ってください。それぐらい完成度が高いような素材感もいいし、ベーシックで使いやすいような名品なので、こういったものこそユニクロで揃える価値があると思うので、ぜひ皆さんも改めてですねチェックをしていただきたいなと思っています。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では40代50代の大人世代がユニクロで選ぶべき定番服5000というテーマでお届けをさせていただきました。どのアイテムに関してもユニクロよりも高価格帯のセレクトショップのオリジナルと比べた時にもですね、遜色ないぐらいですね、使い勝手が良くて品質のいいものが多かったかなと思いますので、このあたりは大人世代が買っても全く問題がないかなと思います。このあたりをベースにしながら、それ以外のものですね、例えばバッグだとか靴だとか、そういった小物に関してはユニクロで買わない方が僕はいいなと思ってるんですね。このようなものって何度も何度もシーズンごとに買い替えるものではないので、ちゃんとある程度投資をして買った方が僕は間違いなく大人世代には似合うかなと思うので、あえてユニクロでは買わない方がいいかなと思うんですが、今回ご紹介したアイテムというのは本当に使い勝手がいいと思いますし、お値段以上の品質だと思うので、ぜひ改めてチェックをしていただきたいなと思っています。まあ、これからもですね、こちらのチャンネルではこのような形でメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってますし、普段は30代40代の大人世代に向けて情報の発信をしていますが、まあ、このようにですね、 4,50 代の方に向けた定番的な着こなしについてもしっかりとカバーをしていきたいなと思っていますので、よかったら今後も楽しんでいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。